千葉大学教育学部付属幼稚園は、千葉県千葉市稲毛区弥生町にある、国立大学千葉大学教育学部の付属幼稚園。略称は、千葉府、不要。千葉大学西千葉キャンパス内にある、創立から100年以上の歴史を有する。幼稚園という性質上、保護者の送迎が必須であるため、付属小学校及び付属中学校とは、 離れた西千葉駅に一番近い地点にある。また、付属小学校や付属中学校と違い基本的に大学校内からは出入りできない。小規模な幼稚園ではあるが、その反面敷地面積は幼稚園としては広い部類に入る。組は全部で、計五組あり、年少一組、年中と年長がそれぞれ二組である。一クラスは約三十人で、男女比率は一。 一になるよう調節されている。組の名前はそれぞれ花組、星組、月組、雪組、空組であり、年少から入った場合は、花組、星組、月組と上がっていき、年中から入った場合は、雪組、空組と上がっていくようになっている。宝塚歌劇団の組の名前と読み方が一緒である。付属小学校や付属中学校と同様に自由な雰囲気で、幼稚園時代から、 生徒の自主性を育む教育をしている。保護者の転勤等の場合を除いて、基本的に全員が付属小学校へと進学する。付属小学校へ進学する際は簡単な試験があるが合否を判定しているわけではないので生徒は全員付属小学校に上がれる。かつてこの地に朝がよく繁殖したことに由来し、朝は荒地にもよくこらえていき、 しなやかな茎は天空を刺してすくすくと伸び続け、その繊維はこの上もなく狂人である。という朝の葉の衣装によって、千葉の土地と付属学校生徒の成長への理想を象徴したものである。ありがとうございます。